はい、皆さんこんにちは。今回何に関して言及させていただきたいかというと、ある問題が話題となってます。これは何かというと、昨日ね、デイリー新潮が出した記事、そして他社のね、毎日新聞なども、記事化しているものなんだけど、何かというと、立憲民主党の、高井たかし議員に関してです。これは何があるかというとね、ちょっと今記事読ませていただきたいと思います。お題としてはですね、デイリー新潮ということで、出されてるわけだけど、コロナ緊急事態下で立憲、民主党の高井議員が風俗店通いを本人認めるということで出されてます。これに関して記事を読ませさせていただき、その後解説させていただきたいと思います。安倍首相が、緊急事態宣言をした、2日後のね、4月9日夜、立憲民主党、高井たかし代議士50歳の姿は東京歌舞伎町にあった。北海道出身の高井氏は東大経済学部を卒業して郵政省現在の総務省に入省、国会議員秘書からね、国政に転じ現在3期目だ。ちなみに既婚者である。高井氏といえば、クルーズ船でね、感染が増えていた2月12日以降、平日夜の11日間のうち、首相が知人や企業経営者、与党議員らと9日間会食していたことを指摘して、民間企業は飲み会も自粛している。首相の危機感のなさが、国民を不安にしていると批判したこともあった。9日、スーツ姿で書類がたくさん、詰まったカバンを持った高井氏が、向かったのはある接客場店だった。隣で女の子が接客するのは一瞬、上に乗ってくれたり、いろんなところを触ってくれたり、触れたりする、腸がすく濃厚接触の店である。高井氏がね、入店したのは19時30分ぐらいのことで、お店の複数の関係者の話を総合すると以下の通りになっている。一人でフリーでいらっしゃって、合わせて120分ぐらいお店にいました。別にそれだけだったら普通ですけど、結構記憶に残るお客さんでしたね。お店では国会議員と名乗らず、IT コンサルタントだと言っていたようです。最初に過ぎた女の子は20分、その後のね、20分は別の子がね、担当し、高井氏はその後、最初の女の子に指名を入れ、彼女と80分を共にした。子女にならないと誘ったり、触っちゃいけないところにまで手が進んだり、進まなかったり、まあそれくらいはあるとして、犬になりたい、踏んづけられたいと言っていろんな反応をされて、周りも気づいて大爆笑、していたんです。刺激が強い言葉が続くので、ここではね、ちょっと曖昧な表現を、ね、使用しているということで、明日4月16日に発売のね、週刊新潮でこれをね、いろいろリアリティを追求していくと言っている皆さん、ぜひも明日発売の、4月16日発売の週刊新潮をね、買っていただきたいと思います。横に過ぎてる時は服の上からいろんなところに触られて、興奮が高まっていく。だいぶ気持ちよく、なられたようです。以前にも来店したことがあるようで、お店は11日から休業に入る予定でしたので、いわゆる駆け込みだった感じですね。実際高井氏に聞いてみると、4月9日歌舞伎町のね、接客場へ遊びに行かれましたかということで、この記者が尋ねているところ、高井さん、うん、はい、はい、警察だったと思ってます、お前決めてるわけです。で、その後は記者が質問、緊急事態宣言が出された2日後、濃厚接触はリスクとして誰もが知っていて、自粛要請が出される1日前で、高井さんは、そうですね、はい、警察だったと思っています。一人でおられて計120分ぐらいお店にいらっしゃったんですが、高井さんは時間覚えてないですけどね、そんなにいたかなって気はしますけどね。いろんなところを触られてかなり気持ちよくなられていた。高井さん、そんなことはない、そんなことはされてないです。さすられていたということはあるわけですよね。高井さん、いや、そんなこともないですけどね。触ってないところも触ってしまった。してないです。上に乗られるのがとても好きで、犬になりたいとか踏んづけられたいとか大きな声で言って周りの人たちも聞いていたようですが、高井さん、そうは言ったとは思い、言った記憶はないですね。まあ冗談でそういうね、冗談で言うんじゃないですか、ああいうところに行ったら。それくらいは、へへ、いや、でもそんなことはちょっと言わないとは思います。はい、お店は11日から休業予定で、もう最後になるから遊びに来た。いや、あの店は初めてでしたけどね、入ったのは。ああいった店にはよく行かれるんですが、そんなことはないですけど、はい、ちょっとメガネの調子が悪くて、行きつけのメガネ屋が新宿にありまして、で、そこに行った後に、その歌舞伎町でね、どうなってるのかと思って、ちょっと興味本位で、というかですね、呼び込みの人に声をかけました。はい、警察だったと思います。
で、コロナの感染リスクにはどう思っていますか、他の方でもご質問されていると思いますけど、高井さんは、はい、軽率だったと。で、その後、女性とは LINE などを交換されたと聞きましたが、高井さん、あ、それ、まあ、したかもしれませんけど、はい、ちょっと遊びに行こうということもあったようですけど、いやいや、そんなやり取りはしてないですが、はい、先生が飯でも、行こうみたいなことがね、書いてあったようですけど、高井さん無言でいたと。先生に会ったんですから、日々のストレスが無言で。ということで、こういうふうに書かれています。これに関して、まあ、明日、週刊新潮、4月16日にね、発売されるものということで、皆さん、ぜひともね、ちゃんとね、これは、買っていただきたいと思います。これ知りたい方はね。で、解説させていただきたいと思います。まずね、こういう著名人なんかもそうなんだけど、パパラッチっていうのを皆さん知ってますかね。パパラッチみたいのは、結構いるんです、この日本においてもね。だから、特ダネということで、有名人、ね、政治家、著名人などがいて、そこを追って、スキャンダルを追ってるっているわけです。まあ、そういったところはね、やはりこの国でありますので、そこら辺ね、やっぱり自分なんかもね、依頼あって、まあ、ここでは言えないこともね、結構いろいろと雑誌から仕事を受けたことがあって、写真提供とかね、まあ、その、ちょっと取材させていただいて、情報提供もしたことあるんだけど、こういうことはよくあることです。うん、これ、どこから漏れてるか大体わかるんだけど、で、いずれにしてもね、自分は思うんです。この国会議員たるものがね、立憲民主党ということで、高井議員ということで、まず、政治家たるものって私利私欲に走ってはいけない。それだけ私利私欲に走らない政治家さんじゃ日本にどれだけいるかって言ったら、ほとんどいないでしょうね。ただ、その中でね、許せないというのは、この緊急事態宣言が出された2日後にね、そのような国会議員たる者が、そして既婚者、50歳に既婚者、シェッキャバテンということで、お騒ぎするオンパブですよ。で、そのところに行ってしまって、そういう行為に及んでしまった、三密と呼ばれているところ、もう超濃厚接触じゃないですか、それなんてまさにね。その中で、このような行為に及んだということが、国会議員としてどうなのかということです。本人は認められているということなんですけど、これに関してはしっかりと釈明会見を行うべきです。高井議員のね、Facebook なんかもやってるんだけど、そういったところをね、見させていただいてるんだけど、高井議員がね、まあいろんなところで、ツッコミを入れてるんです。例えば自民党、安倍政権ね、総務省、まあいろんなところ、総務省じゃない、財務省とかにね、国会で今回のコロナ問題に関してかなり突っ込みを入れている身でありながらこのような形で、やってしまっているというね、自分自身がまさにそれをね、コロナを感染ねされね移るかもしれない、そしてそれを人に移すかもしれない行為をしているというところが国会であれだけ勇ましくね、安倍政権、自民党、財務省などを批判していたのに、それはどういうことなのかという話なんです。あなたこそがまさしくそれを失践しなければならないんじゃないのかっていう話なんでね。そこに対しては、岡山選手なのかな、多くの方々がね、お怒りだと思います、これはね。だからこれに関しては、まあこれから大きな問題となるでしょう。その中で、この問題に関しては、しっかりと釈明会見をするべき。そして政治家をね、辞めるという決意もね、一つの決意だと思うんです。これはね、このまま行ったって結局こういう中で、結局こういうことを行為に及んでしまった。ね。まず既婚者で、セッパブで、国会議員。国会議員じゃなかったらまだそれ許されるかもしれないんだけど、国会議員でね。そういうところに行って、さらにこの時期ですから。この時期に三密と呼ばれていると、自分自身がまさに控えていかないといけないところに行ってしまった。その行為は国会議員としては、あるまじき行為。これはね、やっぱり許されるべき問題じゃないということで、これは、議員辞職をね、多くの方々が思ってると思うんです。それを促していくべきだと思うんですね。いずれにしてもこれが例えば議員をね、続ける予定でも、次の当選はないでしょうね、明らかに。これはこんな事態があって、ね、知られてしまって、こんな議員を、じゃあ、票を入れるかっつったら、入れませんよね、基本はね。だから、次はかなりもう、検挙出る厳しいのが実情でしょう。これに関してはね、本当に、またね、明日、いわゆる週刊新潮が記事を出すということで、まあ、それをちょっと購入させていただきます。いずれにしてもね、やはり、著名人、政治家の中にもね、やっぱり国会議員なんかでも、やっぱりその、メディア関係、不利で受けてる人間もいますので、そういったところが特段で掴むためにね、結構張り付いているのが事実です。うん。
そういったところからいろんな情報が得れるわけだけど、いずれにしても自分はやっぱり思うんです、政治家たるものはということでね、政治家にもなりたいと思ったことありますけど、まあ今もね政治家っていうのはねいずれなろうと思ってます。ただやっぱり私利私欲に走ってはいけないしね、その中でやっぱり今回のような時に出るという行為ね、自分が言ってることが全然言ってることとやってることが違うじゃんというね、そんなものはやってダメだと思うんですね。政治家として失格だと思うんです。ということで今回ね言及させていただきました。この問題に関してはね、多分続編としてまた出させていただきたいと思ってます。こういったね、真の政治家というものは何かってすでに問うてる身ですけど、やはりこういったことはしてはいけないと思うんです。